にちは。香港の日本語教師のまさみです。お元気ですか？今日も一緒に日本語を勉強しましょう。このビデオは、大河でやっぷんゆ、ダジャーダールーユ、みんなの日本語の、これね、みんなの日本語の台湾バージョン のこの教科書です。デザインはね、日本バージョンと違うんですけど、日本のとコンテンツは同じです。3A ネットワークの、ね、教科書ですね。これのですね、第9課の15番目のビデオです。文法の2番を一緒にやりましょう。文法の2番ね、これですね。あとここ短いんですけれども、手も構わないですね。で、構わないはこれちょっと見て、構わないの構ってこの感じね、構いません、結構のこうですよね。で、結構です、結構だと構いません、同じです。構いません、結構です、結構ですって、いいですの意味でね、いいです、つまり大丈夫の意味です。ですから、手も構わないはOK です、大丈夫ですよという意味で使います。じゃあちょっと一緒にね、まず教科書を、ね、読みましょう。で、教科書を読んでからもう一度説明してきちっと、ね、一緒にやっていきます。まず教科書を読みますね。じゃあ一緒にシャドーイングしてください。67ページです。手も構わない。試験は90分ですが、早く終わった人は教室を出ても構いません。家賃が安ければ駅から遠くても構いません。印鑑がなければサインでも構いません。印鑑の鑑って漢字難しいよね、この漢字ね、印鑑の鑑ね。よく見えない人はググってくださいね。では練習読みます。会話、 A さんと B さんの会話ですね。 A さんが、こちらの電子辞書はいかがですか？少し字が小さいですが。で、 B さん、性能が良ければ少しぐらい字が小さくても構いません。 A さんどんな人？誰？そう、 A さんは店員さんです。特にどこの店員さんだと思いますか？そうですね、そう、電気製品を売っているところね、電気製品売り場、家電売り場とか、あとなんだろう、ツタヤとか、なんかビッグカメラとかディスカウントショップとか の店員さんかもしれないですね。で、 B さんは、そう、 B さんはお客さんだよね。何を買いたいんですか？そう、電子辞書ですね。次いきます。1番、こちらの辞書、電子辞書はいかがですか？少し傷があるんですが。安ければ少しぐらい傷があっても構いません。こちらの電子辞書はいかがですか？少し古いタイプですが。使いやすければ少しぐらい古くても構いません。もう一回、少し、使いやすければ少しぐらい古いタイプでも構いません。3番、こちらの電子辞書はいかがですか？少し画面が小さいですが。機能が多ければ少しぐらい画面が小さくても構いません、はい。ね、このね、ちょっと細かいところ見てみましょうか。会話ですからね。のまず A さん、店員さんだから丁寧に話してるね。こちらの何々はで、どうですかじゃなくて、いかがですかって言ってますよね。で、それから何々ですが、このガーがあるでしょ。このガー、どうしてガーがあるかというと、みんなわかる？どうしてガーがあるの？これ、ダンハイ、ダンシュ、バットのガーですよね。そう、これは少し字が小さいですが、どうですかとか、少し字が小さいですが、そんなに悪くないですよ、 not so bad とか小さいですが、お客さんは気にしますか、 do you mind ねとか、そういうことを言いたいですね。そしたら B さん、お客さんが、あ、何々ならばだよね。これ前の方、こちらは大事な条件なんでしょうね。例えば性能が良ければとか、性能が良ければ、安ければ、安い方がいいんだね。あと、使いやすければ、easy to use ね。あと、機能が多ければ、if they have a lot of function とか、その2番の方ね、
こっちの後ろのね、2番の方がこの B さんが大切だと思っている、絶対に欲しいと思っている機能や条件ですね。で、前の1番の方は妥協、コンプロマイズね、コンプロマイズ、何、関東語とか中国語忘れちゃった、なんだっけ、なんか可以接、ちょっと説明していいですか、可以接受的条件ね、これね、こうあまり良くないね、不太理想だ、但是可以接受的、这个是ね一番ですね。で、后面第二个是一定要的条件ね。那你如果第二的话，で可以一是无所谓と言っているんですよね。うん、いいですいいです。ではですね、ちょっと説明できたかな、大丈夫かな。うん。ではもう一度ね、これ丁寧にねやっていきましょうか。とね、他にね、実は手形と言っても、よく見たら動詞の手形だけじゃありませんね。動詞の手形だけじゃなくて、動詞の手形の他にいい形容詞だと、くても、例えば安い、安くてもとかね、例えば悪いとか悪くてもとかで、あとな形容詞と名詞はでもですね。例えば、にぎやかなとかで、にぎやかでもいいですとか、例えば名詞は、例えばなんだろう、例えばアシスタントでもいいですとか、なんかそれはそんなに大切なメインポイントじゃないので、妥協してもいいですよ、そこはそんなに問題ないですよという、日本語ではこれね、目をつぶると言いますね。そこは目をつぶってもいいです。I can close my eyes on that point, but something else is more important. 他のことはもっと大事だから、この内容、この部分はそんなに大事じゃないから、大丈夫っていうかね、これ、もう満タイ、ね、メイウェンティーでね、no problem と言いたいときに使います。ただ、何々ても構わないは、それが一番いいという意味じゃありませんよね。そうですね、皆さん大丈夫、よく私は授業でね、対面授業とかオンライン授業で説明しますけど、大丈夫という言葉を使うときはちょっと気をつけた方がいいんですよね。大丈夫の意味はパーフェクト、完璧だ、素晴らしいという意味ではない。少し問題があるけれども、でもまあ問題ありません、結構です、構いません、その条件飲んでもいい、 I can accept this condition という時に使うんです。ですから会話でね、話す時にはなんか相手になんか、ね、例えばこうぶつかった時とか、バンピンさんボンとかね、でごめんなさい、大丈夫ですか、この意味はあなたはもちろん大丈夫じゃないです、痛かったと思いますね、でもそれでも大丈夫ですかって、ね、言ってます。ここでいいですかは絶対ダメですよね。うん、ね、そうです。ではですね、次のねページ見てみましょう。実際に会話ですね、どんな風に使うか見ていきたいと思います。例えばこれ、レストランで、レストランのシチュエーションで、私が最近奈良でレストランに行った時に、店員さんに聞かれたこと、 They just asked me some question、 店員さんに聞かれたこと、 They なんか服務員 when だ、なんか一般だ when ってね、ちょっとここにあります。例えばレストランへ行った時に、多分ね、私ね、母と一緒に行ったんですけど、で多分、まあ、母もそんなに若くないから、なんかカウンターテーブルね、カウンターよりテーブルの方が2人でゆっくりおしゃべりもできるし、リラックスできるかな、ソファーとかね、があった方がいいと思いますね。でも店員さんは私たちに聞きました。申し訳ございません、ね、申し訳、ただいまね、満席で、いつ不をね、満席で、カウンターしかないんです、カウンターでもよろしいでしょうか、カウンターでもいいですかと言ってます。そしたら私たちは、もちろん、ね、カウンターでも構いません、カウンターでも構いません、さっきみたいになんか条件言うなら、例えば、もうですね、例えば、椅子があれば、If it's not standing、ね、立ち食いという、standing eating、立ち食いじゃなければ、椅子があればカウンターでも構いません。そんなこと言いませんね。なんかでも、まあで、カウンターでも構いません。カウンターでもいいですよ、となります。次ですね、畳ですね。和食を食べに行った時に、多分ね、
日本で若い人は畳でもテーブルでもどこでもいいんですけど、でも年を取った人は例えば靴を脱いだりとか畳の上に座ると多分ね膝にね、ここね膝とかあと腰とかがちょっと痛くて疲れますから、ですからね椅子の方がいい。お年寄り、お年寄りっておじいさんおばあさんで多いんですね。で私と母が一緒にレストラン行った時、なんか店員さんがね、ああすみませんってね、畳のお部屋でもいいですかってね、ちょっと不便ですが、ね、不自由ですが畳の部屋でもいいでしょうか、靴を脱いでいただかなければならないんですがって言って、もちろんです、畳の部屋でも構いません、畳の部屋でも結構ですと言います。次です、これですね、10時にラストオーダーですね。母と私はコンサートに行って、コンサート、そうね、コンサートに行って、でちょっと遅い時間にレストラン行ったら、なんか奈良のレストラン本当に早く終わってしまうんですけど、そのレストランのラストオーダーね10時でした。実際多分に9時ぐらいだったと思います。香港だとラストオーダー10時が多いですよね。で申し訳ございません、お客様ってテーブルはご用意できますが、用意は準備のね、 We can prepare table for you、ね、テーブルはご用意できるんですが、ラストオーダーが10時なんです、ね、ラストオーダーが10時でもよろしいでしょうか、全然問題ありません、ね、10時にラストオーダーでも構いませんよ、10時にラストオーダーでも結構ですと言います。次ですね、最後ですね、お寿司を食べに行ったんですね。そしたら香港とかシンガポールとか多分ヨーロッパでも多分そうだと思うんですけど、わさびがとても辛いというか、こう独特だよね、なんか怖い、なんかこうパティキュア、とてもちょっと普通のチリとかじゃないから、わさびがダメな人は結構多いですね。ですから外国の寿司屋では、外国の和食のレストランではお寿司の中にこうご飯と魚 の、ね、の間にねわさびを入れません。でも日本ではほとんどのお寿司屋さんでこうお寿司の中にわさびを入れておきます。もう前もってるね。だからお客さんがこう醤油にわさびをこう入れて食べるというのはあまりない感じですね。でそれで、でも大体店員さんを確認してくれます、ね、お寿司にわさびを入れてもいいですか、ね、とお寿司にわさびを入れても構いませんか、大丈夫ですか、ね、お寿司にわさびを入れても構いませんか、わさびを入れても結構ですかと聞きます。どうでしょうか。じゃあこの、ちょっと待って、ちょっと水飲んでいいですか。そうですね、このこちらの手もいいですよね。手も構いませんと手もいいです、何が違うんですか。これはね、違いはどちらがもっと丁寧かという話です。これ、ね、手もいい、いいです、いいってまあ普通の言葉ですよね。ですからこれはニュートラルですね、失礼じゃないですよ、全然ラフじゃないです。でも、まあ、特別丁寧じゃありません。でもこちら構いませんはもっともっととても丁寧な言い方です。友達と使う、友達と話すときはあまり使わないと思います。でも例えば私が母の友達に会ったときには、ずっと年上の方たちですから尊敬してね、何々でも構いませんかと聞きます。例えばこの間母の友達とご飯を食べに行ったときに、多分ね、私はあまり若くない人メンバーだったから、もしかして油っぽくない not as oily、ね、そんなに油っぽくない健康的な和食の方がいいのかなとちょっと思って、でいくつかレストランをね、こうちょっと調べておいたんですけど、でそしたらなんかみんなが、でも駅からね、駅から近い店がいいと言ったんですね。多分あまり歩きたくなかったんですね、みんな疲れていて、ね、それで駅から近ければ近いところがいいですって言ったら、一番近いところがイタリアンレストランだったんですよ。イタリアン、イタリア料理でも構いませんかと聞きました。
イタリアでちょっとカジュアルな店だったんで、少しカジュアルなイタリア料理のレストランでも構いませんかと聞いたら、もちろん結構ですって言ってくれましたので、みんなすごく喜んでくれて楽しかったですね。みんなにね、なんかみんなすごく優しくて、なんかちょっと上品でエレガントで上品で、なんかそのクラスはなんか日本の昔の本でね、万葉集という本の研究会だそうで、いろいろ研究ね、母も一緒に、ね、研究してるんですけど、でそのクラスの方たちも本当に昔から奈良に住んでいらっしゃってね、素敵な方ばかりで、だから私も自然と日本語でね、その人たちと話すときに普段使わないようなこう敬語が自然に出てくるというか、あ、いいなと思いました。では今日のクラスはここまでにしましょう。なので「手もいいです」は「手も構いません」。なので皆さんどんな時使うかというと、ちょっとね、ちょっと高級なレストランとか、ちょっといいホテルに泊まった時とかに、例えば「タバコを吸ってもいいですか?」って言うと、すごくなんか、なんだ、ちょっとラフな感じ、あまり丁寧な感じがしないので「すいません」って「こちらでタバコを吸っても構いませんか?」とか、すいません、こちらに荷物を置いても構いませんかというふうに、許可、パーミッションね、許可をもらいたいときに、もっともっと丁寧に上品に話したいときにこれ使ってみてください。あと電話で話すときとか、E メールで問い合わせるね、インクワイアリーに問い合わせるときも、何々してもいいですか、知らない人、初めて話す人に何々してもいいですか、初級の人はいいんだよね、ビギナーは大丈夫です。でも今くらい日本語が上手になったときには、こちらのもっと丁寧な言い方をした方がずっとずっといいと思います。なんかレイディーさんジェントルメンという感じ、紳士淑女の感じだよね、がしていいと思います。ぜひ使ってみてください。今日はここまでにして、次はですね、何々ほど何々ないですね。これ比較、コンパリズンでね、比較、ベイガオ、ビジャオの表現になります。何々ほど何々ないというやつですね。はい、では今日はここまで、見てくれた人、ライクしておいてくれると嬉しいです。質問とかリクエストとか、コメントからしてくれたら、なるべくそれやるようにするので、ぜひ教えてください。なんか習いたいこととかあったら言ってくださいね。では今日どうもありがとうございました。また明日一緒に日本語勉強しましょう。またね、また見てね、バイバイ。